雨なるや月日のごとくあが思える君が日にけにおゆらくおしも昔の人も若返りたいと思ってたってことか逆万引き？文字通り万引きの逆でね、盗まれるんじゃなくて売り場の本が増えてるんだ。ああ、あれ怪異？ええ、例えば神隠しとか年長者をからかうもんじゃないぜ。まさか、僕はスミレ子さんとレジに入るためにここで働いてるんですから。事件？妹の音が通っている高根女学院に厄介な現象が起きているようで。ここに何かがあった印がある。正直に教えてほしいの。あなたいじめられてるでしょ。あれはもっと別の何かだよ。なるほど、これが原因。まさか見えているのか。待って、君が開けるから。誰かの間違いじゃない。来い。そんな馬鹿げた話を信じないで言うのか。君、やめて。ようやく犯人を見つけたんだ。見事ね。君は私に何をさせたいんだ。もう時間がないんだ。